まあ、プレゼント企画やっていなかったので、というのもですね、まあ、これ前見てる方はまあ見てるかと思うんですけど、チャンネル登録だけをさせて実際プレゼント企画やって、じゃあ当たった後の経緯とかそういったのがまあいろんな人に見えるようなことをやられてる人っていいますっていう話。なんかですね、その当たった後、形跡、本当にこれガチだなっていうふうに分かるように、どうせやるならやりたいなと。だもちろん抽選をライブ配信でやるとかそういったことも考えたんですけど、まあ、そもそも僕ライブ配信やったことないのと恥ずかしいので、恥ずかよっていうのがね、知り合いとかももし万が一見てたらとか、視聴回数が視聴人数か5人とかそんな中で大抽選会なんてやったってめちゃめちゃダサくないですか。やりたくないんですよそういうのは。でもどうせプレゼント企画するならもう絶対これは確実にね、視聴者の方々に届くように何かこう形跡も残したいということをずっと思っていたので、こうします。まず YouTube のチャンネル登録はこれもうマストなんで、チャンネル登録してください。私の場合だとおそらくその欲しいですって言ってくる人の人数が非常に少ないので、多分全然見れる、チェックできる範囲だと思うんです。多分応募、しかも今これね、プレデ的には1万6000、7000ぐらいなのかな。で、まあ、かつ26センチですからね。まあ、他のサイズでもまあ、これを売って、他のサイズを買えばいいんでしょうけど、まあ、これを欲しいっていう方もまあ、少なかったりとか、まあ、私の動画を見てるっていう時点で、多分、分母はすごい少ないと思います。だから、スニーカーズで当たるより、かなり確率高いと思うんですけど、かつ、あとコメントですね。コメントください。抽選に応募するっていうコメントください。まあ、概要欄に全部入りますけども、コメントください。で、当たった方、抽選、まあ、抽選方法はまたこれから考えるんですけど、単純に名前を書いてね、くじ引きするとか、まあ、多分人数少ないですから、そのぐらい全然できるんですよ。多かったらアプリ使えばとかってなるので、直接ダイレクトメッセージ、違うな。インスタグラムちょっと解説して、まあ、急にちょっとプレゼント企画が決まったので、ちょっといろいろこう考えながらになっちゃいますけど、そうだな、直接やり取りができる方法で、かつこれラクマに出します。でラクマの最低出品が確か300円だったと思うので、申し訳ないですけど300円払ってください。300円で、その方限定で専用にして、販売をすると。でもそれが誰か買われちゃったら困るので、それはちゃんと個人情報が分かるように、普通郵便で送ります。匿名にしちゃうと抽選された方じゃないところに行ってしまう可能性、要は私の方で、当選者の情報開示ができないので、普通郵便にして郵便番号住所がですね、私の方に分かるようにしたら、直接ダイレクトメッセージで当たった方かどうかっていうのが分かるので、それで、私の、ラクマのアドレス、URL か、リンク貼りますので、そこで、まあ、当たらなかった方も、これが本当リアルに300円売られてんだというのを、まあ、見ていただきたいっていうのもあるので、私のラクマのアカウント、これチェックしてください。で、そうだな、締め切りに関しては、だいたいこういうのってどのぐらいなんだろう。1週間ぐらいですか。ちょうど土日入るので、次の土日23の土曜日、冗談の23の土曜日の、11時59分59秒、まあ、深夜日曜日に回る前ですね、まあ、締め切りということで、当選者の方に関しましては3日ぐらいあればいいのかな、3日以内、まあ、できれば日曜日中に YouTube のコメント欄に当選の結果返信させていただきます。プラスアルファ Instagram の要はダイレクトメッセージですね、がわかる、できるように Instagram のアカウントを入れさせていただきますので、それを見てもらって登録してもらってすぐ削除してください。見たら私一応公開はそこまでしてないので、そしてダイレクトメッセージに当選をした
何々ですって、情報全部教えてください。お名前、電話番号、住所ですね。だからこういった個人情報も知られたくないよっていう方に関しては、もうそもそも応募しないでください。はい。で、お一人様一口というふうにさせていただきます。で、これね、この動画が配信される前に、コメントをいただけている方、まあ、要は僕の動画をしっかり見ていただいて、コメントをいただけた方は、その分も、口数に入れます。はい。アンチコメントは入れないですけどね。持って見ていただける、要は楽しんでもらえてる方、参考にしてもらってる方に対してですね、このプレゼント企画をやりたいなというふうに思いますので、まあそういう感じでやりましょうか。はい。ということで、なんかちょっとまとまった話にはなってないので、概要欄、しっかりチェックしてください。はい。ということで、まあ、急遽でしたけども、こちら、26センチ、26.5 だったら履いたんだけどな。はい、26センチ。まあ、こちらをですね、プレゼント企画、初の、毎回やんないですよ。YouTube1 ヶ月何本やってんだ。何十本ってあげて、何十時間、何百時間使って、0円ですからね。何回も何回もあれですけど、まあでもたまにね、年に1回2回とか、まあもうちょっとこう、増えればいろいろなものが、まあ、対象のね、プレゼント品とかも金額が上がったり、あとはなんかこう、支援してあげたりとか、まあいろいろこうやり方は、好意を持っていただけてる視聴者様にはですね、もう全力で私も応援するときは応援したいというふうに思っておりますので、まあ、そうですね。まあ、いろいろこう、企画は練っていきたいなというふうに思っております。はい。ということで、本日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でございます。